哲彦君の目的は何？哲彦君は芸能界に敵対してる人いるんじゃない？そういうところもあって春と友達やってるんじゃないかって思ったんだけど。どうしてそう思う？今までの言動とか見てなんとなく。そこまで察しているなら少しだけ。末春の事務所の社長はクズだ。俺とも少々因縁がある。以上だ。私は記憶喪失のふりをするつもり。は？卑怯だけどこれが最善だと思ってる。私が記憶喪失になれば春は助けようとしてくれる。そこで時間をかけて距離を詰めればトラウマは消せる。それやれるのか？やれるかやれないかじゃない、やるの。もし春が事務所の社長に会いに行くなら私もついていくつもり。春は自分より身近な人が嫌なことを言われるのを嫌うから、哲彦君の言う通り、社長がクズであればきっと嫌なこと言ってくる。そうなれば復帰は破談となる。末春のやつ、シダちゃんにあれだけ怯えていたのに、いつの間にか元通りですよ。価値が随分有利だったのに今は五分ですよ。どう見ても一番の勝利はシダちゃんっすよ。確かに二番目の勝利が俺なのは説明不要でしょ。群青同盟の成り立ちを見れば。そこはお見事と言っておくよ。もう一人いた、大勝利したやつ。ということで、今度転校してくることになった桃坂マリアです。よろしくお願いします。はぁ、あ、どういうこと？スーちゃん、春、説明を。末春お兄ちゃんが桃のことを欲しいって言うから。いやいや、桃が救いを求めていたんだよ。あの社長から助けてほしいって。違いますけど。え、まあシュンさんとは相性が悪かったのでちょうどいい機会だったのは確かです。あれ、じゃあどういうこと？桃は愛に飢えていたんです。だから事務所を辞めるのを機会に末春お兄ちゃんを頼って転校してくることにしたんです。今まで芸能活動で学校にはほとんど行けてなかったので楽しみです。これからよろしくお願いしますね、先輩。はあ、あっと、用事があるんだった。スーちゃん、待ちなさい。パイセンならあっちに。ありがとう。いいっすよ、パイセン。助かったセレーナ。まったく世話のかかる先輩っすな。そういえばパイセン、なんで鉄先輩と友達なんすか？喧嘩ばっかりなのに。ああ、大抵のやつはさ、俺が元子役だって知ると何かやってくれとか言うんだけどさ。でも鉄彦は、あいつだけは俺と何かをやろうとする。つまり俺の横に立っているってことだ。だから俺とあいつは友達なんだよ。パイセンと鉄先輩、ちょっと似てるっすね。あいつと似てるとか冗談でも言わないでくれる？傷つくんだけど。うわ、この人めんどくさ。春、見つけた。クロ、あ、あ